願いなんか叶わない、奇跡なんか起こらない、そう思ってた。ねえ起きて、起きてってば。そこは私の世界を変える入り口でした。ようこそ、お待ちしていました。あなたの幸せの中、私がいなかったこと、それを受け入れてしまえたこと、一人泣いてたバスタブの中、顔が痛くてあなたに会いたくて、会いに行くってもなんの私口にしたのだろう、なのにどうして今そばに誰もいないの。鏡の古城、この城で心やみんなと出会えたこと、きっと意味があると思うんだ。